まあ、オープニングレースで、まあ、前受けからの組み立てで、うん、後の判断というのはどのような感じですか。長澤さん本当入ってほしかったんですけど、あ、一社ちょっともう後ろがすごい続いてたんで、うん、あ、これダメだと思って、うん、でも先行も視野に入れながら組み合ってたんで、もうちょっと踏んでればよかったなって感じでした。それは残念、うん、ただまあ立ち上がるということを考えると明日にこう繋げられるような、そうですね、うん、明日も頑張ります。ちょっとこの苦しい時期がこう何ヶ月かあったように思うので、うん、どうですか今回は。あと力を出し切れてるので、うん、いいかなと思います。リコちゃんの分も頑張ります。うん、昨年 の相性というか、うん、優勝もありますから、うん、あと笑顔をもう一回いやー、うん、そうですね。こんな汗の着方でまた言われちゃう。はい、女らしく、はい、じゃ美しさもあって全然やばいですよね。はい、いいレースをするたびに輝きは増す感じですよね。あ、じゃあよかった。素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。